事実伊勢音と坂口健太郎は異なる国からやってきました。伊勢音の坂口健太郎に対する扱いにより多くのファンは二人が現実の世界で公開することを期待している。すでに日本で付き合っているという人も多かった。伊勢音は日本の俳優坂口健太郎とドラマ愛の後に来るもので共演する。愛の後はまだ放送されていないにもかかわらず、荷主の伊勢音や坂口健太郎など多くのファンがすでに参加している。これは伊勢音の33歳の日本人俳優に対する扱いが原因だ。最近愛の後に来るものの記者会見で伊勢音は坂口健太郎に注目を示した。会見が行われた時、坂口健太郎さんは風邪気味で鼻が気持ち悪い様子だった。共演者が病気であることを知っていた伊勢音は坂口健太郎のために丁寧にティッシュを用意した。実際伊勢音は坂口健太郎の鼻グラフを躊躇なく拭いた。伊勢音の注目を知って多くの人が感情的になっていると認めた。伊勢音の坂口健太郎に対する扱いにファンも感動。伊勢音の坂口健太郎に対する扱いにファンは感動。X@tan_kira ハードお姉さん、これはいろんな役者さんの船に似合いますね。明らかに風邪をひいていたのでスタッフにティッシュを要求したセヨンさんがそう言ったのですが、ティッシュを要求したこととは別にブリオも鼻水を拭いてくれたことがわかりました。とても緑色でした。私たちのネオン、セヨンさん、こんな風に国を越えて船に乗って大丈夫なの？ドラマの企画が始まってから交際が始まったとの予想も多く、伊勢音も王宮のドラマ宣伝中に坂口に注目した。彼らがすぐに関係を確認することを。